中華統一を目指す秦国、立ちはだかる敵の中でもラスボスになると噂されている人物がいます。現秦国の最高指揮官昌平君です。今回は忠誠を誓った秦国と自身の故郷である祖国に挟まれた昌平君の葛藤の生涯を紹介していこうと思います。ネタバレを含みますのでご注意ください。それでは行ってみましょう。昌平君は現在秦で中華統一を夢見ていますが、彼の父はなんとその人物です。名前は太子官。秦とその和平の証の人質として秦に送られていました。紀元前271年、昌平君はその大使官と秦の少女王の娘との間に生まれます。つまり父がその人物、母が秦の人物となるわけです。その後大使官は秦を密かに脱出し高烈王と名乗ります。人質にしていた秦王は激怒しますが、高活という人物の必死の説得により新しい人質として高烈王の弟を差し出すことで許しを得ます。ちなみにこの高活という人物、彼はキングダム作中にも登場したあの春申君です。秦に産み落とされた昌平君は父親が脱出したにもかかわらず秦に取り残されてしまい、幼い昌平君は同じくその親を持つ華陽夫人に育てられます。そしてここで登場するのがあの呂不韋です。華陽夫人の元を訪れた商人の呂不韋が趙で人質となっていた秦の高氏偉人の逃亡を計画、華陽夫人の養子にさせ名を始祖と改めます。始祖は姓の父にあたる人物であり、姓を趙に残して秦に逃亡してきました。そして昌平君は華陽夫人からこの始祖を兄のように慕うよう言われます。さらには始祖から趙にいる姓の話を聞かされます。紀元前251年、少女王が亡くなり秦の大使安国君の軽室であった華陽夫人は華陽太后となります。始祖も大使となり、趙で人質になっていた妻と子姓が秦に来ることとなります。キングダムでは人質となっていた姓が秦に来る描写も描かれていますね。ここで昌平君は姓と初対面することとなります。少女王の次に王になった光文王の在位は短命に終わり、すぐに華陽太后の養子である始祖が崇上王と名乗り王となります。紀元前249年に昌平君が崇上王のもとに出仕します。さらには崇上王の右腕として呂不韋が仕えています。ここから昌平君は李呂不韋子中として秦の勢力拡大に向けて出世していきます。しかし紀元前247年に崇上王が崩御し、あの姓が王座につくこととなります。姓が王座についてからも呂不韋の権力は日に日に力を増し、もはや皇帝よりも権力を握ることとなります。しかしここでキングダムでも描かれている呂不韋と太后との女性問題が姓の耳に入ります。若かった姓は呂不韋を非常に頼りにしていましたが、呂不韋の女性問題が露呈し、さらには反乱の噂も上がったことで呂不韋を信用することができなくなります。そこで目をつけたのが昌平君でした。昌平君を実際に反乱を起こしてきたロウアイという人物の討伐に向かわせます。ロウアイは結局捕まり、息子と共に処刑されてしまいます。紀元前237年、秦王政は反乱に絡んでいたとされる呂不韋を切り捨てることとなります。呂不韋を島流し、昌平君を呂不韋のついていた右丞相へと任命します。ここまで着々と出世し、姓の右腕にまで上り詰めていた昌平君の人生にも暗雲が垂れ込めます。紀元前226年、秦と蒙恬が楚に攻め込みますが、ここで攻め込む際の軍の数に論争が起きます。秦は20万の兵で楚を攻め落とせると言ったのに対し、この時すでに老将となっていた王翦は60万の兵が必要だと言います。この発言に対して昌平君は、秦は強いが若く経験が足りないので王翦に従うべきだと姓に助言します。しかしこの発言に対し姓は不満を持ち、なんと昌平君から右丞相の座を剥奪してしまいます。職を失い途方に暮れていた昌平君ですが、再び姓に呼び出される好機が訪れます。故郷であるその宮都永鎮に行って動揺している民を鎮めてこいと言われます。昌平君は指示通り祖に向かい、民を鎮めるべく説得を行います。昌平君の説得により民たちは鎮まります。しかしここで20万の軍勢を率いた秦と蒙恬が総進行してきます。昌平君のいる永鎮でも再び民たちが暴れ出し反乱が起きます。昌平君の説得では抑えきれなくなった民たちの反乱を秦たちが抑えに向かいます。
しかしここで立ちはだかったのがその将軍コーエンです。コーエンという人物はキングダム作中にも登場してきます。未だ名前のみの登場ではありますが、確実に強敵であることは間違いないでしょう。コーエンは反乱を抑えに向かった信たちに奇襲をかけ、信と盲点の軍を壊滅状態にまで追い込みます。紀元前224年、コーエンによって阻止されたその攻略を王翦に60万の軍勢を持たせ進攻していきます。総大将の王翦は得意の知略戦を用い、コーエンを見事破ることに成功します。しかしその王は捕らえたものの、コーエンには逃げられてしまいます。逃げたコーエンはなんと将兵君の元を訪れます。そして王が捕らえられたことを伝え、将兵君に王になることを説得しにかかります。将兵君は真のために尽くしたものの、助言を無下にし、さらには右丞相という座も剥奪されたことにより、真への忠誠心が崩れ出します。紀元前223年、ついに将兵君は僧侶として立ち上がり、コーエンと共に真に立ち向かっていくこととなります。そして翌年、将兵君とコーエンの軍は王翦の大軍と対峙することとなります。しかし60万の兵を持った王翦を前に将兵君は敗れることとなり、そしてここで将兵君は秦軍に追い詰められ戦死してしまいます。また王翦軍の中には副官としてモウブがいたという記録も残っています。キングダム作中では将兵君の幼馴染として切磋琢磨し、互いに利を不意支柱として登場したモウブ、あのモウブが将兵君の戦術を用いるシーンも見られるほど二人の仲は深いものです。そんな二人が最後は争い合うのは非常に心苦しくもありますが、キングダムではどう描かれていくのか非常に楽しみです。いかがだったでしょうか。今回はラスボスと噂されている将兵君の生涯についてご紹介しました。この動画が面白かった、役に立ったという方は高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。